はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はね、サーカスイベントも終盤に入ってきましたけれども、やっとね、星5系を2枚確保しましたので、これの動画を撮っていきたいと思います。ということでね、えー、そうですね。で、まあ、サーカスイベントは毎日ね、だいたい夜の6時半から、えー、7時半まで、だいたいね、ミラティブで、あのー、このショー、なんていうかな、まあ、メダル集めとか、まあ、この、 プレイ自体はそっちで配信を行っているので、よかったらぜひ遊びに来てください。ということでね、まあ、宣伝も終わりましたところでやっていきたいと思うんですけれども、まあ、あとね、残りのこの、えー、と30%とか10%とかも、まあ、交換できる限りは交換したいんですけれども、まあ、したとしても多分動画には撮らずにそのミラティブ内で開封すると思うので、まあ、そういうのも見たい方はぜひお越しください。でちなみにね、昨日はねミラティブ配信中にあのサーカス箱からね、 星5確定ガチャが出まして引いたんですけれども、92ぐらいの選手だったので、もう売却しちゃいました。というね、報告も兼ねてやっていきたいと思います。ということでね、早速今日ちょっと2枚しかないんですけれども、やっていきたいと思います。じゃあ星5確定からいこうかな。します。うーん。出ないですね。<laughs> 金旗は出ず。おぉ。さあ、誰でしょう さあ誰だ94サンチョ選手めっちゃ出るなもうねグローリーも最近よく出るんよこの選手ほいということでねまあ期待の星ですけどね、まあ、2000年生まれですからねということでこの星5確定ガチャあーゴールキーパーねまあゴールキーパーといえば僕今デヘア選手使ってるんですけれどもまあね今ノイア選手来てるんでねまあ是非ノイア選手とか金旗が出た際はそういうところも狙っていきたいんですけれどもさあ運命はいかにということでね いいいていきたいと思いますということでじゃあ今日のおもとりですね GK 確定ガチャいきたいと思いますお願いします金まあまあこんなもんですよ <laughs> まあまあこんなもんよねうーんまあ仕方ないこれは仕方ないさあ誰でしょう <laughs> パートリッシュをせんしねよく出るね ああ、よく出るよ。はい。<laughs> ということでね、もう今日は見せ場なく終わっちゃいますけれども、はい、本当にね、申し訳ない。本当はね、もっと見せ場作りたいかったんですけど、まあ今日はちょっとね、枚数が少ないということでね、まあここら辺がね、ちょっとね、僕、今回ね、結構ね、グローリー優先でやってるんですよ。まあグローリー集めたり、ミキサーかけたりね、それこそ、なかなかこういう機会ないので、そっち優先でやっちゃってね、ちょっとメダルがね、あんまり集まってないんですよね。 そっちに割いちゃってね。というところもあるので、まぁ、あ、ちょっとガチャ動画としてはちょっとしょぼい結果になりましたけれども、まあ僕のね、今の既存の選手たちを育てていく上で、まあ今メインはこっちかなこっちでやってるんですけど、まぁ、あ、育てていく上で、まぁ l b p は大事なので、まあこういうね、機会にもぜひね、まあ l b p に多分交換になる選手、多分山頂選手はまあ一応取っとくかもしれんけど、 サンチョ選手は多分一応取っとくと思います。サンチョ選手は取るけど、多分ね、パトリシオ選手は僕、売却回しちゃうと思うので、またね、既存の選手を強くするという意味も込めてね、まあ、大事な星5になってきますんで、これからもどんどんね、集めて、今の戦力を強くしていきたいと思います。ということでね、じゃあ今日の動画、ちょっと寂しい内容でしたけど、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で、失礼します。お疲れ様でした。